科学は発展すればするほど大規模巨大化していくというのは必然なんですね。実に素晴らしいですよ、日本のコイノリグループというのは世界一流ですね。日本人に合ってるんだと思う。世界で議論されている国際リニアコライダー、ぜひ日本で完成させることができるならば、ぜひこの計画を完成させてほしいと思っています。やはり日本が中心になって、で特にアジアでね、そういうセンターができると大きいと思うんですね。アジアの各国は今ものすごく力をつけているわけで、ね、だからそういうところの知恵っていうか、まあ、積極的に引き出すチャンスが来るわけですね。アジアという視点で見たときに新しいフェーズになるんだと僕は思っています。まあ、いろんなところで日本は世界に貢献できると思うんだけども、そこの中でもサイエンスの面では貢献できる役割が大きいと思うんですね。日本が世界に対して貢献する、そういう出番が出てきたんだと思います。